少女時代のバランティノワ伯爵夫人、バランティノワ伯爵夫人、カルモンテルによる素病をマリー・クリスティーヌ・クレティエンヌ、ドルーブロワド・サンシモンは、ブルボン朝時代フランスの貴族女性、宮廷女官。結婚に伴い、モナコ国家の聖員となり、バランティノワ伯爵夫人と呼ばれた。回想録で、名高い文筆家サンシモン公爵、ルイドルーブロワド・サンシモンの長男リュフェック公爵、 ジャック・ルイド・ルーブロワと、陸軍・レン,ンス・ヤントワーヌ・ゴセイド、グラモン公爵の娘カトリーヌ・シャルロット・テレーズド、グラモンの間の一人娘。未婚時期の宮廷での故障は、リュフェック・ビメであった。1749年12月10日、パリの祖父の邸宅を照る、三モンの詩的な礼拝堂で、モナコ公、己三世の弟バランティオア・伯爵シャルル・ムーリスと、結婚。 婚姻はあらかじめ、フランス王の採貨を得て行われた。岐阜のバランティノワ公爵ジャックから婚主として、パリ・パッシー地区の邸宅オテルド・バランティノワの所有権を譲られた。1754年に、おじジャン・アルマンが死ぬと、ラス白爵くらい及び、スペインのグランデ特権を相続した。翌1755年に、祖父の公爵が死ぬと、 存命する唯一の直系子孫として、ラフェルテ・ビダム女王をはじめとする三モ門家の財産を相続した。1762年より、ルイ十五世王の娘たち、通称、メダムの次女となった。1770年より、プロヴァンス伯爵夫人の女官に転じた。バランティノは伯爵夫妻は間に、このないまま1766年法的に別居した。夫人は死後、 当園のジャック・フィリップ・ド・ショアズ・ールスタン公爵にってるド、バランティノワなどの資産を相続させた。ありがとうございます。